ご存知だと思うんですけれども、よくジャズでもね、この曲は演奏されるんで、いろんな方がカバーされています。で、私たち普段ですね、ジャズを中心に演奏しているバンドなんですけれども、今日は点灯式ということで、ちょっと皆さんがよくご存知の曲を持ってきましたので楽しんでいただけたらと思います。で、ここでですね、ちょっとだけ皆様にお知らせを一つさせていただきたいなと思いますので、ちょっと変わります。はい、ですね、私たち今月ひょっとしたらご覧になった方いらっしゃるかもしれないんですけども、11月の10日と11日にこの郡園駅およびその周辺でですね、郡園ミュージックアートピクニックという、音楽とアートのねイベントをやっておりまして、ここでもまさに演奏を、ね、朝から晩までしておりました。そのイベントを、というのもあって我々ここに出させていただいているんですけど、今度そのグループの団体でですね、アルプラザゴーリエンさんの方で演奏することになりました。今月の13日の、午後の3時からフードコートの方で仲間たちと、2時間ほどですね演奏させていただきます。よろしければね、お越しください。よろしかったらお昼の時間ちょっと音楽聴きに来てください。ね、来ていただいたらいいかなと思いますね。はいはい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。続きまして、次の曲ですが、ジャズのスタンダードナンバーで、Fly Me to the Moon。Thank you.
ありがとうございました。インディゴノートさんでございます。今日は、スケジュールを、無理言うてお頼みしまして本当にありがとうございます。今日はコリア駅前のイルミネーションの点灯式ということで、ただいま6時回りましたんですけども、ただいまから点灯式を行いたいと思います。もう枯れてしまいましたもみの木でございますけれども、根川市の方に、要望いたしまして、新しい来年は平成、が終わりまして新しい年を迎えるわけでございます。その時にはまた素晴らしい、樹木がここに植えていただくと思います。平成最後のイルミネーションの点灯式でございます。それではただいまから秒読みに入りたいと思います。皆さんも一緒にカウントダウンをしてください。スタンバイ OK ですか？はい、それじゃあ、参ります。真ん中の公園の方をご注目ください。はい、ただいまから参ります。はい、5秒前4、3、2、1、点灯。